6番遠藤和義君。はい、ただいま議長から発言の許可を得ましたので、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。まずはじめに1番特定復興再生拠点区域のアクションプランについてであります。町では特定復興再生拠点を決めるにあたり、令和2年3月に夜の森地域、まあ、具体的には、大菅の川田地区、夜の森の北南、新夜の森でありますが、それぞれの地区の再生を目指して、令和10年度を目標とした復興再生計画アクションプランを作成しております。令和5年春に避難指示の解除が迫った今、計画実現に向けた3本の柱の実施工程を示していただきたい。次に、括弧2番、生活環境の再生に向け、近々の課題である次の政策はどのように進めるのか。これはアクションプランの中にそれぞれある部分であります。で、丸1、買い物環境の具体的整備計画は。丸2、災害に備えたまちづくりの具体的施策は。丸3、新たなにぎわいづくりの具体的取り組みはということで、避難指示解除になって、まあ、準備、宿泊が始まっているわけですけれども、やはり生活環境の充実が、これから必要になってくるということで、近々に進めなきゃいけないところの具体的な日程をきちっと説明聞きたいということですので、よろしくお願いいたします。6番遠藤和義君の一般質問について町長の答弁を求めます。町長。6番遠藤和義議員の質問にお答えいたします。1. 特定復興再生拠点区域のアクションプランについて、括弧1、町では令和2年3月に夜の森地域の再生を目指し、令和10年度を目標とした復興再生計画アクションプランを策定しています。令和5年春に避難指示解除が迫った今、計画実現に向けた3本の柱の実施工程を示していただきたいについてお答えします。町はかつてのように自然豊かに人々が朗らかに生活できる地域として再生するには、地域に関わる皆様の暮らしと地域に希望と元気を与えるにぎわいを重ね合わせ、何事にも健やかに暮らせる地域づくりが必要と考え、暮らし、にぎわい、健康を当該地域の再生、発展を支える3本の柱といたし、富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画アクションプランにそれらに関わる施設整備等を取りまとめたところです。計画策定後における復興の進捗として、暮らしの再生においては防犯活動の拠点として夜の森駐在所の活用が本年1月から始まったほか、来春の入居開始を目標とする町営住宅新田団地の整備を進めております。新たなにぎわいづくりにおいては、夜の森公園の復旧工事への着手や、桜を生かした検討委員会による計画的な植樹に向けた協議・検討を進めております。健康づくりにおいては、健康づくりを牽引し、当該地域の復興のシンボルとなる健康増進施設については、新型コロナ感染症による影響や、将来的な財政負担を考慮しながら、その在り方を慎重に検討するとともに、多くの方々を夜の森地区を中心とする拠点区域内に呼び込む施策と合わせた事業展開の検討を進めております。町といたしましては、アクションプランに掲げた一つ一つの事業を着実にスピード感を持って進めていくとともに、今年度においては特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けて遺漏のないよう取り組んでまいります。次に、括弧に生活環境の再生に向け、喫緊の課題である
次の政策はどのように進めるのか。丸一、買い物環境の具体的整備計画は。丸二、災害に備えたまちづくりの具体的施策は。丸三、新たなにぎわいづくりの具体的な取り組みはについてお答えいたします。買い物環境や災害に備えたまちづくり、新たなにぎわいづくりについては、人々が集い暮らしで求められる需要を高めることによって、一つ一つの課題が解決できるものと考えており、当該地域を含む町内全体においても重要なことと認識しております。その上で、特定復興再生拠点区域における買い物環境の整備にあたっては、町内全域にわたる交通弱者等への買い物支援として事業展開しております移動販売を、事業者の多大なご協力のもと先行的に取り組む考えであり、地域のニーズに応え、その後における事業再開や新たな店舗の誘致に弾みをつけたいと考えております。災害に備えたまちづくりとしては、町内3カ所に設置した防災備蓄倉庫の適切な運営に加え、有事に備えカーボンニュートラルにも資する個人の住宅用太陽光発電等の導入に向けた補助制度の設計を進めております。新たなにぎわいづくりとしては、2万人を超える方々にご来場していただいた桜まつり2022を皮切りに、桜並木を活用したイルミネーションの実施や民間事業者との連携による各種プロジェクトの継続的な推進など、地域資源を有効に活用した事業について、地域に関わる皆様との共同による企画運営を進めたいと考えております。町といたしましては、地域の皆様が安心して暮らせる環境を整えるとともに、これらの取り組みを有機的に結びつけることによって、地域事業の幅が広がり、事業再開や新たな店舗の誘致、交流、関係人口から移住・定住促進へと強力に推し進められるものと考えております。今後もさまざまなご意見等を伺いながら、避難指示解除の実現と並行して検討を進めてまいりますので、議員のご理解を賜りますようお願いいたします。6番遠藤和義君。はい、まず括弧1の3本柱の実施工程でありますが、先ほど町長の答弁でも大枠の説明はあったわけですけれども、若干全体工程表、アクションプランの中の最後の17ページの全体工程表の中のところでお聞きしたいと思います。まず一番大きいところで、健康増進施設の検討に入っているということで、コロナの状況とかその後のいろいろなトータルのバランスということで検討を進めるということなんですけれども、最初の計画ですと令和5年度から使用開始ということになっているんですけれども、これは当然、検討を進めているので、ここに間に合わないということははっきりしているわけですけれども、今後ですね、どういうスケジュールで、検討をいつ頃までにして、どういうスケジュールで進めていくのかをちょっとお聞かせください。健康づくり課長。はい、お答えいたします。健康増進施設につきましては、昨年9月の定例会の一般質問でも答弁いたしましたとおり、また今議員からもございましたとおり、コロナの状況等々を踏まえまして、検討が今のところ検討し直すということでお話をしているところでございます。しかしながら、当該健康増進施設につきましては、答弁の中にもありましたとおり、当該地域の復興のシンボルという意味合いもございますので、このまま座してですね、コロナの収束を待つということではなく、整備が可能となった段階で速やかに整備に着手できるよう検討を進める必要があると考えております。検討の方向性につきましては様々ございますが、例えば現在の整備計画でありますと、フルスペックで様々な機能を持った施設を作るというふうな失礼しました計画を作っておりますが、この基本計画を踏まえつつもですね、タイミングタイミングで必要な機能ごとに段階的に施設を整備する手法や、
また基本計画で検討されておりました DBO など施設整備の中で民間活力を有効に活用する方法などですね、ライフサイクルコストの低減、相対的に低減化できるような方法も含めまして検討しなければならないと考えているところであります。加えまして次のご質問での町長答弁にもありました通り、施設整備までの間に展開されますさまざまな施策、こちらの継続性発展性なども検討を進める上では欠かせないファクターであると考えている ところでございます。このような考え方のもとですね、今後まずは町内で協議を進める予定でございまして、現段階でですね、いつ頃に整備を開始し、いつ頃開館をするというふうなところまでのスケジュール感は、具体的なものはできておりませんが、時期を捉えまして皆様にご相談をしながら、検討を進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。議長、6番。6番、遠藤和義君。適宜ということなんですけれども、やはり避難指示が解除になりました、でバリケードも外れました、バリケード外れた状態で、今年の桜祭りの人出の状況を考えていけば、やはり夜守地区の持っているポテンシャルは相当高いものだというふうに感じています。その中でやはり大きな土地が更地のままになって、置いておけばまた草が入ってくる、草が入ってくればまたいろんなことしなきゃいけないということで、段階を追って考えていくという考え方は正しいかと思います。必ずしも最初に大きなものを作るのではなくて、きちっと増殖していけるような形で考えるっていう、で最終形はこれだけども今はこうというのもこれも整備の一つだと思います。ただいかんせんですね、会場に向けているのに何の話もなくて、立ち消えになったのか、もう何にもしないのか、やっぱりもう夜守地区は見捨てられているのか、何もないままに行くのかというような意見も夜守の方部の人からも出てます。でそれを考えるとやはりある程度、今年度来年度に向けてどういうスケジュール感で進めていくのかということはきちっと示してそれに向けてやっていくということが必要だと思うんですね。なのでまずこの大きなアクションプランは今プランです。でこれから現実にも実施に向かっているわけですけれども、実施の中で当然プランが変わっていくのはその時々の状況でしょうがないことなんで、やっぱりきちっと目標を定めて動き出さないと進まないと思うんですけれども、その辺の 大枠の目標っていうのは、今年度から来年度にかけて、その後その次会場になって1年ぐらいの間にどういうふうな形で進めていこうとしているのか、その辺はやっぱりきちっと示していただきたいんですけれど。健康づくり課長。はい、ありがとうございます。繰り返しになりますが、現段階でですね、これからのさまざまな状況を踏まえまして、検討どういったものが適切なのかというところを踏まえて、検討していく状況でございまして、具体的なところをお示しできないというところは大変心苦しいところでございます。で議員のおっしゃられることもっともだと思いますので、早い段階で町民の方にもですね、具体的なお話ができるように、またこういったものを整備していきたいというふうなお話ができるように、町内での検討を含めまして、進めていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。6番、遠藤和義君。はい、繰り返しの答弁で、何回やっても同じことなのかもしれないんですけれども、やはり、計画というのは目標と目的があってやっていく。コロナのこともある、ウィズコロナでこれからいろんなことがあろうかと思います。で、もしかすると特定復興拠点、機構の拠点がどこになるのかとかいうのも考えているのかもしれないですけれども、富岡町全体で考えていったときに、やはり持続可能な、ことを考えていくときには、そういう外的な、イレギュラーなものに左右されないで、富岡町民がきちっとここに住んで、新たな町民ということも含めてですけれども、そういう人たちがここで、住環境を整えていくというところに何が必要なのかというところで、
町はここにこういう、まあ、健康増進施設だけではないこの拠点の施設を考えていたわけで、それを外部のイレギュラーな要因じゃない中で進めていって、今必要なものは何なのかということ、今進められることは 何なのかということをきちっと、明確に、皆さんの気持ちの中でできていないとなかなか進められないと思うんですけれども、そういう外的要因なしに何をしたいのかというような形っていうのは、全体の中でのこの旧リフレの跡地というのはどういうふうにお考えになっていますか。高野副町長、はい、戸津田担当は、はい、竹谷副町長、はい、すみません、夜の森のことを、心配していただきまして、特定復興再生拠点の解除に向け、やはり町民の方々、戻る方、そちらの方を、心配した場合については、町長答弁にもありましたように、買い物環境、当面は、巡回という移動販売というのもありますが、そういうところも含め、リフレ、増進センターは先ほどお話ありましたように、お話しさせていただきましたように、まずは野森地区のシンボルというところもございます。で、順番を追ってというところで考えていきますと、まずは何が必要なのか、まずそこから、まあ、答弁同じくなりますが、町内で検討させていただいて、一日も早くですね、そちらの方をですね、整備できる体制をですね、コロナ禍ではありますが、そういう中でもできるところからやっていけるような計画を再構築するという形で、最終目標は、今までの健康増進というのが最終目標だと思いますが、まずはやれるところから一つ一つ、考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。議長、6番。はい、まあ、アクションプランの中で健康増進施設って書いてあるから、必ずしも健康増進施設にこだわるわけではなくて、当面の夜の森のところに一番必要なのは交流の拠点です。当然、何か物事を作ればそこに人が来るので、それに付随したものというのはいろいろあろうかと思います。やはり交流の拠点として、作っていかなければ、整備するというのがこの中にいろんな機能を詰め込んだところだと思うんですね。で、それが一遍に作れないのであれば、まず交流の拠点としてどの機能が必要なのか、何が必要なのかで、そういうことも早急に組み直しをしなきゃいけないというふうに思うんですけれども、その辺に関してある程度の方向性を組み直すという考えはあるんですか。はい、竹原です。竹原副町長。はいはい、先ほどお話しさせていただきましたように、議員と同じく、健康増進施設ということでありましたが、その中では当然買い物環境だったりスポーツだったり、そういう交流の場というのが大きな目標になっていたと思います。で、そういうことを考えまして、まずは、まあ、健康増進、まあ、温泉ということもございましたが、やれるところから、まずは議員がおっしゃるように、今必要なものを整備していかなくちゃいけないというところを考えているところでございます。まずそれを、町内でもんでですね、早急にまずは、計画をお示しできるように頑張っていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。町長、町長、今議員ご指摘のところですね、私の考えとしては、その、まあ、交流施設プラス温泉施設、それから直売所と、この3点を最初になんとか作っていきたいなというふうに考えています。ただ今世界的な状況とか情勢とか見てですね、こう調達コストもかかるのかなということも考えながらですね、それから規模、どの程度の規模がいいのか、その辺も含めてちょっと検討させていただきたいというふうに考えています。それから予定的にはですね、まあ、健康増進もあるんですが、その他に、例えば娯楽的な要素とかそういったことも含めて土地の利用を考えていきたいというふうに思ってますので、
それからですね、期間的には、まあ、町内でまとまったものが出来上がればすぐに議会の方とも相談しましてですね、なるべく早く進めていきたいというふうに考えてますので、よろしくお願いいたします。6番遠藤和義君。前向きな答弁ありがとうございます。ぜひともですね、できれば避難指示解除になる前に、我々、というか与野森地区に住みたいと思っている人たちが将来どうなるのかということも分かった上で、避難指示解除になって、本当の戻れるという状態にしていただきたいと思います。アンケートの中を、まあ、皆さん頭の中に入っていると思うんですけども、白黒ではなくてやはり検討しているという人がいます。で、行政区の区割りを見ると必ずしも全体の割合が富岡今解除されているところだけに変えるか変えないかを検討してる悩んでいるということではないので、当然与野森地区にもあそこにしている人たちが戻ってくれるということになれば、それ相応の人数が確保されるということになってきますので、ぜひともその辺は先々の判断の一つにしていただきたいなというふうに思いますので、ぜひとも早い時期に検討を進めていただいて、議会の方にも提示していただけると非常にありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、同じく全体工程の中で、事業再開のところをちょっとお聞かせください。町長答弁の中にも、民間事業の再開に向けてというような話もあったんですけれども、具体的にやはり10年11年、手つかずだったところで事業再開するというのは非常に難しい状態になっているわけですけれども、現実的にですね、県の事業再開の補助金は、町内で考えると分断が出てしまうんですけれども、富岡とか浪江も含め、双葉大熊の2町、それ以外のところも含めて帰還困難区域の中の事業再開には、今までと違うプラスアルファの条件を出してきてます。でそこまでしないとなかなか難しいという判断だと思うんですけれども、東町はまだ同じような状況で進んでるんですけれども、そこら辺を少し、改善をして、少しでも特定復興の中で事業再開してもらえる事業者を探していくという考えはございませんでしょうか。はい、お答えいたします。現在東町の、補助金につきましては、事業再開補助金ということで、350万円、あとは、新たに町外から来た方についても同じく350万ということでやっております。で今議員の方から、お話がありましたが、県の方につきましては、拠点区域内につきましては、補助対象がの限度額が3000万円、拠点以外については1000万ということで差を設けたことで拠点内への呼び込みをしているところでございます。町といたしましても、昨年度から商工会の方と協力しまして、町外への説明会やらせていただきまして、約15社程度ですが、町内で商売をしてみたいというような方が集まっていただきました。そこで、当面はですね、この350万、同額になりますが、差をつけないで、県の方のやつをものをですね利用していただいて、拠点内への事業者の呼び込みをしていきたいと考えております。以上です。差をつけるのが必ずしもいいことではないことは承知しておりますが、現実問題として、避難指示解除になったこちら側の今のこっちの現状も見ても、なかなか新築で建物を建てないと事業ができないという状況が続いています。やはり新築で物を建てるというのは非常にハードルが、ハードルが高いというのは作ることのハードルではなくて、ここで新築をして長く商売ができるのかという見極めのハードルが高い状態になっています。で、今
特定復興の中はまだ解体が全て終わってない状態ですので、ある程度店舗併用住居とかそういうものが残っているものもあります。でもやはり富岡側解除になったところで、そういう居抜きの物件とかそういう中古の物件で商売したいんだけどという話があるのは町の方も承知しているかと思うんですけども、まあ、そういう人たちに少しでもちょっとプラスというか富岡を選ぶ選択肢をしてもらうためにも、そういうところにある程度なんか支援策が必要になってくるのではないかなと思うんですけれども、その辺に関して、まあ、同じ状態でいくということなんですけれども、何か、プラスアルファが必要になってきている時期に来ているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺の認識はどうでしょうか。以上、産業振興課長。申し訳ありません。ご提案ありがとうございます。確かにですね、町外での説明会等におきましても、やはり新たに商売を始める方については初期投資を抑えるということで、やはり中古物件を探しているテナントがないのかというのはご質問を たくさんいただいております。まあ、そういうところで拠点区域の方への新たな補助ということでございますが、そこについてはいろいろと事業者の方からご意見を聞いてですね、検討させていただければと思っております。繰り返しの答弁になりますけど、まずは県の方で、拠点の方への誘導ということで、補助限度額の方を増額しておりますので、こちらの方を PR しながら、町内の方の呼び込みをしていきたいと考えております。以上です。議長、6番遠藤和義君。はい、金銭的な補助支援ばかりになってしまったんですけれども、金銭的な支援だけではなくて、その、補助ができる条件がある程度緩和になっていくとか、いろんなこちらの補助金とこちらの補助金使ったらこれは使えないとか、いろいろあろうかと思うんですけれども、ある程度富岡独自に、そういう事業再開の中古の物件を探している人に対して、ある程度少し条件緩和をするというのも支援策の一つだと思うんですけれども、ぜひともですね、そういうところもちょっと検討していただきたいんですけれども、その辺はいかがでしょうか。以上、産業振興課長。産業振興課長。はい、ありがとうございます。確かにですね、不動産物件が少ないというところで、町の方としましても、町内の不動産業者さんの方から情報をいただきながら、こちらの方に興味を持っている方への、紹介をさせていただいております。こちらにつきまして、今議員の方から、ご質問いただいた内容につきまして、町内の方でどのような、支援ができるのか、検討はさせていただきたいと思います。以上です。6番遠藤和義君。はい、ぜひともですね、検討をお願いいたします。それからですね、この大きな工程表の中で、町長の答弁にもちょっと触れられなかったんですけれども、夜の森の堤公園が一応スケジュール的には令和5年度を着手というような形で考えられてるんですけれども、この辺の進捗状況についてはどうなってますでしょうか。都市整備課長。はい、お答えいたします。夜の森堤公園につきましては、アクションプランに基づき、自然を感じながら楽しむ運動公園として、四季折々の花や緑を眺めながらランニングやウォーキングができるコース整備を想定して、令和5年度に整備内容等の検討、令和6年度に整備を実施、令和7年度の使用開始を現時点では予定しております。以上です。6番遠藤和義君。着手、そうしますと都市整備課の方ではこの令和5年度の着手というのは計画と方向性の着手もここから始めるというふうに考えているということなんでしょうか。都市整備課長。はい、現時点でのあれですけれども、
都市整備課としましては、着手となっておりますが、令和5年度に整備内容等を検討したい、そして令和6年度に整備を実施して、令和7年度の使用開始をしたいと考えております。以上です。6番遠藤和義君。そうすると夜の森堤公園はアクションプランには、プランとして、こういう方向性でというふうには書いてあるんですけれども、それを具体的にどういうふうに進めていくかという検討はまだされてないという、それを検討するのが着手、令和5年度の着手というふうなかあのスケジュール感ということで、申し訳ないんですけど、再度よろしいでしょうか。竹原副町長。今、都市整備課長からありましたように、計画的には令和5年からということになって、計画の方はなっておりますが、コンセプトですね、どのような形で進めていくのか、ご意見、議会の方からもいろいろご意見ありまして、ランニングコース等々ですね、そういうのを踏まえてですね、今の現状、あと、まだ若干、線量の高いところもございますので、フォローアップを含めてですね、そういうところをどのように対応していくのかというのを今年からもすでに始まっております。で、最終的には実際のその計画というのは5年になるかもしれませんが、その風致公園としての使い方で、あとはどのようにして町民、帰ってきた町民とか新しくなる町民に使っていただいたら喜ばれるのか、そういうのを含めてですね、まずは方向性をですね、そのまま直すのか、あとは周遊するランニングコースを考える、そういうのを今始めているところでございます。そういうコンセプトのもとに実際の計画を始めるのが次年度という形で考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。6番遠藤和義君。はい、ありがとうございます。やはりこれもどういうふうになるのかわからないままだと非常に不安がありますので、ぜひともですね、コンセプトができましたら出来上がった段階で、議会の方にもきちんと説明していただければというふうに思います。大きな括弧1は、これで、質問を終了させていただいて、括弧2の方に移らさせていただきます。括弧2の方はですね、生活環境の再生ということで、具体的にまあ、ところでちょっとお聞きします。で、まず最初の丸1の買い物環境なんですけれども、まあ、買い物環境は、アクションプランの6ページのところに、歩いていける便利な暮らし、買い物環境ということで出てます。で、まあ、これは食料品や日用品を地域内で買い物ができる環境を整備しますということで、出ております。まあ、その下にも、ふれあい市場などを検討しますということで出てるんですけれども、このところで今町長の答弁では移動販売とか、を考えている。で、まあ、その中で、新たな店舗も次のステップとしてということなんですけども、まあ、移動販売っていうのは便利なようで便利じゃないということで、あくまでも仮の手段だと思うんですね。それはまあ今それで進めるのはいいんですけれども、具体的にやっぱり買い物環境、歩いて行ける買い物環境というのはどういうふうに整備しようとしているのか、公共で進めていくのか、民間に頼るのか、民間を、民間の新たな店舗を考えていくのか、その辺どういうふうに考えているのか、ちょっとお聞かせください。産業振興課長。まず町長答弁の中では、まず移動販売ということで、現在町内で実施しております事業者の方の協力を得まして、拠点地域についても広げていきたいと考えております。で、また移動販売だけでは不十分であるということで、今年4月からはデマンドバスの方を2台1台増やしまして2台体制で実施をしております。
今のところ準備宿泊等、ということですので、拠点内の方の利用というのはあまりないんですが、こちらについては継続していきたいと考えております。で最終的には先ほども出ましたが、健康増進施設のところの再検討というのがありますので、そういうところで直売所とかそういうものが、検討されてくることを考えております。当面の間は、移動販売をやりながら、あとはデマンドバスの方で、商業、桜モールの方の利用について、周知をさせていただきたいと考えております。以上です。6番遠藤和義君。はい、当面の、今の令和4年度は当然準備宿泊ですので、そういう状態でもいいかと思います。で令和5年春ということで、令和5年の春に避難指示解除を予定しながら今、町の方も進めていると思うんですけれども、避難指示解除になればもう普通に住める状態になるというわけで、今括弧1のところの全体の大きな、スケジュールの中で、今課長から答弁のあった、この時には健康増進施設として書いてあるので健康増進施設というふうにしますけれども、そこのスケジュールはまだ決まってません。で、決まってない以上少なくとも令和5年春の避難指示の時にそれができるということはないと思うんですね。その間も、ずっと移動販売とでデマンドバスだけに頼った状態で、この特定復興の中を進めていくのかという考えでよろしくはないと思うんですけれども、そういうふうにお考えなんですか。産業振興課長。はい、お答えいたします。来年春頃の、避難指示解除を目指している地域でございます。で先ほどの答弁ですが、移動販売と、デマンドバスを利用してというような、答弁をさせていただきました。その中で先ほども、説明をさせていただきましたが、各種補助金と、いろいろありますので、そういうところをPR しながらですね、できるだけ民間の事業者の方を、時期に誘導していくというようなことで、町の方全庁を挙げて、取り組んでいきたいと考えております。以上です。6番遠藤君。はい、一番最初に先ほど6ページの話をしましたけども、6ページの一番最初に歩いていける便利な暮らしというのがあって、多分このアクションプランを作るときに考えた、大きなのはやはり暮らしの再生という中で、当然そこがなければデマンドバスやら、移動販売やら、そういうことがあろうと思うんですけども、それだけではダメで、やはり、快適な暮らしのためには便利で便利な暮らしというのは歩いていける範囲にある程度のものがあるということを多分町も皆さんも考えてこういう言葉を出したんだと思うんですね。でということはやはりこの、具体的整備計画に向けてこの歩いて歩ける便利な暮らしに向けてどういうふうにとりあえず今していかなきゃいけないかということを考えていかなきゃいけないと思うんですけども、この歩いていけるというところに向けては今後どのように、今いろいろ各種補助金をというふうにありましたけども、それだけではなくて便利な暮らし歩いていけるということを考えていくときに買い物環境はどういうふうに進めていこうというふうに考えてますか。産業振興課長。はい、お答えいたします。まず避難指示解除もですね、理想といいますか、考えとしましては、まずは各種補助金を使って、場で働いていただける企業を誘致する、さらには、拠点区域内に住んでいただける方を、増やしていくというところで、そういうところを総合的に、実施していく中で、民間等の、商業施設というものについても徐々に、誘致が可能になってくると考えております。ですから、そちらにつきましては、まずは、働く方、事業者が増えてくる、あそこに住む方が増えてくる、そういうところについて重点的にですね、取り組みを、進めていきたいと考えております。以上です。6番遠藤和義君。
はい、当然そういう進め方もあろうかと思うんですけども、やはり必ずしもすべて、公共で作って、ということではないんですけれども、やはり人が少ないところで、まあ、もうずっと富岡の場合は鶏が先なのか卵が先なのかの話が出てますけれども、やはりある程度整備していくためには、先行して町が作ってました。でも桜モールと同じようなことを夜盛りでする必要はやはりないと私も考えておりまして、じゃあそこで次のステップとして考えるのはやはり民間をうまく利用するということだと思うんですね。ただやはり民間に全て、お願いするだけではなくて、そこを真剣に町と民間で、最終的にうまくやっていける方法を考えていくというのが、当面やっぱり必要かなというふうに思います。どうしても公的資金はそこにつぎ込まないと、先行的なにぎわいはできないと思いますので、ぜひともその辺は考えて検討していただきたいというふうに思います。で、これで丸1の買い物環境は終了いたします。次に丸2の災害に備えたまちづくりのところなんですけれども、12ページになります。災害に備えたまちづくりということで、想定外も想定内に生活に安心をということで、まあ、太陽光発電と蓄電池、給水と充電ステーションの整備、災害に備えた環境づくりということで、防災対策や啓発、あとは防災備蓄倉庫や避難訓練ということで出てるんですけども、この辺については具体的に、何か決まっていること、計画はありますでしょうか。生活環境課長。はい、まず生活環境課の方から、備蓄食料について、お話しさせていただきます。過去の日本国内でですね、起きました大きな災害で、避難所を利用された方の割合から想定いたしまして、現在のところの基調目標最大値の、5000人の約 30% 分を備蓄食料として計画しております。すなわち1500人分の備蓄食料を、準備しようという計画に基づきまして、現在、備蓄の、作業に入ってございます。で、町内の、基調者の方2000人を超えましたので、その 30% 以上600人分を、現在確保してございます。で、先ほど議員のお話にもありましたように、備蓄倉庫におきまして、その600人分保管してございますが、拠点倉庫に約400で、北部と南部にそれぞれ約100人分ずつの、備蓄食料等を、保管している状態でございます。で、備蓄食料といいましても、食料だけではなくて、水、毛布、簡易ベッド等、避難生活に必要なものを、備蓄している状況でございます。で、避難計画に基づきまして、避難訓練等ですが、職員、それから、今年はですね、県の津波防災訓練もございますので、そちら抱き合わせてですね、消防団込みで、訓練の方を参加してまいりたいと考えてございます。で、現在消防団員の方も少ない状況でございますが、少ない状況なりに、効率的な、避難誘導活動ができるよう、日々、協議しているところでございます。以上です。企画課長。12ページに記載している中身で、太陽光発電と蓄電設備を備えた住宅の推奨についてまず答弁させていただきたいと思います。こちらについては、今年度令和4年度から、太陽光住宅に載せる太陽光発電の補助というものを再スタートしたところでありまして、現在ちょっと遅れておりますが、制度設計の方を進めております。とはいえ、すでに県および国の方で事業が進んでいる取り組みでありまして、この特定拠点の中ではないんですが、近隣のところからこちらを活用したいということで、今相談を受けているという事例もございます。この広がりをもって、この災害に強いという形に備えたという部分で進めてまいりたいと考えてございます。
続きまして、その給水充電、充電ステーションの整備等の検討でございますが、まっすぐ答えればそのまだ検討の段階だというのが実情であります。給水というのは非常に大事な部分もありまして、前回の全協議会でも答弁、水道企業団さんが答弁させていただいた部分もありまして、それを含めながらまたこれを検討しなきゃいけない。あるいは充電ステーションの方は、町内で、桜森の前に1か所ございますが、これらの方もこれから普及していくだろう EV 自動車関係の方を求めていくのであればというふうに考えてございます。この充電ステーションの方のまあいいところ悪いところまあありますが、一番がその充電するのに時間がかかるという部分がございまして、 3,40 分かかる部分をどうやって潰すかという部分も含めながらこちらの方は考えていかなきゃいけないなと思っております。また検討段階で申し上げませんが、随時それを進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。6番遠藤和義君。はい、すいません、まあ検討段階、検討段階ということであるんですけれども、まず、太陽光の方は今、いろいろ進めているということなんですけれども、いつ頃から、これ始められるようになるのか、それと住宅用なので、住宅に限っての住宅っていうのは通常だと住んでるところを言うわけですけれども、住んでる住宅に限っての太陽光の補助になるのか、その辺はどういうふうなのか、時期いつから始まるのかと、その辺の条件をちょっとお聞かせください。一応企画課長です。企画課長、はい。まず補助スタートの時期でございますが、こちらの方は8月頃をちょっと目安に今頑張って制度設計の方をしているところでございます。まもなく制度の方が整いつつあるという状況でございます。加えて、住宅用に限ってかというご質問でございますが、まさにその移住という部分も含めておりますので、定住する戸建ての住宅というふうに考えてございます。以上でございます。6番遠藤和義君。はい、ありがとうございます。ぜひともですね、議会の方にもですね、きちっとどういう方向で進めていって、どういう形でするのか、皆さんの考えている方と我々住んでる側で若干齟齬があったりするといけないので、そういうことも事前にしていただき、検討話し合いをさせていただければというふうに思います。それから充電ステーションに関しては今出たような話があろうかと思うんですけども、実際に災害があったときに携帯電話の簡単な充電とか、そういうことも避難施設でいろいろあったと思うんですけども、今基本は町内は何かあったら学びの森に集まってくださいというふうになってるんですけれども、一時避難としてこの備蓄倉庫に物が蓄えられているのは分かったんですけれども、通常だと最初にどこかここ集まれるところがあると非常に安心感があるんですけれども、夜の森というか特定復興の中では最初になんかこう町民が集まれるようなところとか、そういうポイントポイントになるようなものはどういうふうにしていく計画、防災計画上どういうふうにしていく計画なんでしょうか。生活環境課。拠点内での避難場所と、捉えます。避難場所につきましては、今先ほど都市整備課長の方も話しましたが、夜の森公園も、整備いたしますので、トイレもございます。そちらも避難場所に、カウントしたいと考えております。なお建物につきましては、現在は使用不可能ですが、今後夜の森南行政区の集会場、それから、今年度新築を予定しております、3分団2班の消防トン所、そのあたりをですね、避難場所としても想定してございます。以上です。議長。6番遠藤和義君。はい、ありがとうございます。集会場とか消防トン所というのはあるかと思うんですけども、ここで太陽光発電もあるので、できたらですね、停電を経験、長い経験をしてますので、今は蓄電池で
これはゼロカーボンにもつながるわけですけれども、まあ、蓄電池とかがきちっと整備されていて、まあ、そういうので、一時的にいろんな生活のものの充電ができたりとか、そういうような、施策も考えていただけると非常にありがたいんですが、まあ、今整備するものに対してそう急にプラスアルファということではないんですけれども、まあ、町として防災に対する意識としてそういう拠点を、こちらの、避難指示解除になっているところも含めてなんですけれども、そういうような防災の考え方も必要かと思いますので、ぜひともそういうところも考えていただければというふうに思います。まあ、災害は我々が一番長い時間の災害を経験していますので、その経験を十分に生かしたこれからの富岡町の防災の考え方を持って災害に備えた町づくりを進めていただければと思います。2番目はこれで終了いたします。次に3番目なんですけれども、新たなにぎわいづくりということで出てきたんですけれども、まあ、桜祭りとかライトアップイルミネーションいろいろ出てきてるんですけれども、7ページ、アクションプランの7ページに、まあ、新たなにぎわいづくりということで、まあ、大きく書いてあるんですけれども、まあ、この下のところにですね、夜の森公園というところの中に、春の桜、夏の新緑、秋のもみじ、冬のイルミネーションなど四季を通じてにぎわいが生まれる景観づくりに取り組みますということで書かれているわけですけれども、確かに一番の問題は四季を通じて、この桜の並木に人が来るということが一番重要なことだとは思うんですけれども、この辺についてこれが出てるのもまた単発なんですけども、具体的に何か役場の方で検討して式を通じてこの夜の森公園に人が来るようなというような考えはされてるんでしょうか。都市整備課長。夜の森公園ということですので、ちょっと夜の森公園について私の方から簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、新たなにぎわいづくりのため の交流拠点 という位置づけになっております夜の森公園ですが、令和5年度の使用開始に向け、今年度夜の森公園の整備工事を実施いたします。で、主な整備内容といたしましては、公園全体を、小風園エリア、遊戯エリア、多目的スペースにエリア分けし、多目的スペースの芝は全面の芝として景観性に配慮、あと公園中央の南北の遊歩道の両脇には桜を植樹いたします。また幅広い対象年齢を想定した大型複合遊具や単体遊具、あと高齢者等を想定した健康遊具を設置するとともに、利用者が滞留できる場所を確保するため野外卓やベンチ、あと東屋を配置いたします。なお先ほどの防災とも関係するんですが、防災の観点から、ベンチの一部をかまどタイプとし、東屋は、柱に、シートが格納されてテントのような使用が可能な防災型を設置、また、照明の一部は、ソーラータイプやバッテリーユニット付きとして、停電時の照明確保にも備えております。夜の森公園の説明でございます。以上です。6番遠藤和義君。はい、ありがとうございます。まあ、公園単体としてはそういうことになってこうなっていくんだと思うんですけども、まあ、同じように、まあ、夜の森の中で、13ページのところに、新たにですね、再生発展に向けた主な取り組みということで、ここににぎわいづくりという項目が、改めて設けられてあるわけですけれども、まあ、この中で今言ったように、まあ、交流人口の拡大とか通年での観光誘客、それから、移住定住促進し居住人口の増加、それから一つ飛ばして、拠点内での事業再開支援に取り組みますということで確実にですね、必要なことがここに書かれているわけで、今度はこれを具体にどうするかということだと思うんですね。今夜の森公園の整備状況も課長の方から説明があったわけですけれども、物を作れば人が来るわけでなくて、そこに何かしらのアクションとかいろんな仕掛けをしない、仕掛け物があっただけでは人が来ないので、その辺も十分に考えていっていただきたいと思うんですけれども、その辺を通じて町の方として通年の観光客に
に結びつくような、何か施策を考えているということはないんでしょうか。産業振興課長。産業振興課の方としましては、昨年度から桜を生かしたまちづくり検討委員会を開催しまして、まずは先行しまして、夜の森地区の桜の植樹保全等を検討しております。その中でも、やはり4月のソメイヨシノが終わってしまうと、そこで終わってしまう、人が来ていただけないというようなことで、いろいろと意見をいただいておりますので、先ほどもありましたが、式を通じて、多くの人が訪れていただけるような検討を進めております。まだですね、具体的にこの場所にこれをというようなことはお示しされておりませんが、現在観光協会の方におきましても、町内の資源を生かしていかに人を呼び込むかというようなところで今年度検討するというようなことも聞いておりますので、いろいろと関係機関と調整をしまして、どのようなものを作っていけば式を通じて多くの人が来ていただけるかということで、こちらについては継続して協議をしていきたいと考えております。以上です。6番遠藤和義君。ありがとうございます。このアクションプランをきちっと読んで、細かい小さな字まで読んでいくと、本当に皆さんよく考えて、何をしなきゃいけないかというまず一つの、コンセプトと方向性を書かれていると思うんですね。で、何でもそうですけど、プランができた後には次は行動です。チェックのところにはまだなかなかいかないわけですけれども、行動のところがちょっと遅れてたり、そこに気持ちがいってなかったりしているような形があるので、なかなか夜の森の人たち、特定復興の先が見えないというようなことがあると思うんですね。先ほども申しましたように、物を作ったり整備しただけではそこに人は来ないので、そこに何らかのアクションを起こさないといけない。できればですね、もう令和2年にこれを作った、令和2年の3月に出てるわけですけれども、新たなプランができたら次は行動に移すということで、ここに書かれている一つ一つのことを具体的にきちっと進めていく施策を取っていただけると非常にありがたいんですけれども、その辺の全体的なことに関してはいかがでしょうか。高野副町長。はい、ありがとうございます。この、プランに、アクションプランに基づきまして、計画が、きちっと進みますように、まずやることをやるということと合わせて、進捗管理の方もしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。全体的なところを通じまして、こうした地域のにぎわいの、にぎわいを取り戻すですとか、住んでいた方に戻って住んでいただく、新しい方に、新たに住んでいただくというふうなことを、実現に向けて、民間の方々の、ビジネスベースでも、うまくいくような後押しをしたりですとか、この行政側で、できることについては、すべてやっていくというふうなつもりで、取り組んでまいりたいというふうに思っております。その前提としまして、避難指示解除を、円滑に、実現させるというふうなところを しっかりと取り組んでまいりたいというふうに、考えてございます。以上でございます。6番遠藤和義君。はい、いろいろとありがとうございました。ぜひともですね、2000人に達した富岡の人口が次はやはり目標3000人ということになります。そこに向けてですね、やはり、富岡地区、夜の森地区両方きちっと進んでいかないと、なかなかここのプラス線には厳しいと思いますので、ぜひとも今後ともよろしく計画を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。